昔昔あるところに悪逆非道の王国の頂点に君臨するは弱い十四の王女様絢爛豪華な調度品顔の欲に試し使い相場の名前はジョセフィンヌ全てが全て彼女のものお金が足りなくなったなら愚民どもから絞り取れ彼女に逆らう者たちは粛清してしまえするわ海の向こうの青い糸だけども枯れ葉林木の緑の女に一目惚れ嫉妬に狂った王女様ある日大臣を呼び出して静かな声で言いました緑の国を滅ぼしなさい幾多の家が焼き払われ幾多の血が消えていく苦しむ人々の嘆きは王女には届かないほらおやつの時間だわ赤の花可憐に咲く苦しい踊りでとても美しい花なのに後毛が多すぎて触れない悪の王女を倒すべくついに人々は立ち上がる無謀の彼らを率いるは赤き鎧の女剣士積もりに積もったその怒り国全体を包み込んだ長年の戦で疲れた兵士たちなど敵ではないついに王家は家臣たちも逃げ出した可愛く可憐な王女様ついに捕らえられたこの無礼者赤の花可憐に咲く悲しげない踊りで彼女のための楽園はああもろくも儚く崩れてく昔昔あるところ非道の王国の頂点に君臨してた弱い十四の王女様処刑の時間は午後三時教会の鐘が鳴る時間王女と呼ばれたその人は一人牢屋で何を思うついにその時はやってきて終わりを告げる鐘が鳴る民衆などには目もくれず彼女はこう言ったあら、おやつの時間だわ。